お世話になります。ひとりでございます。ポケモンホームの情報が1月28日に公開されましたが、公式サイトを見ると様々なポケモンが載っています。これらのポケモンをわざわざ公式サイトに載せているくらいですから、私の見立てでは、剣盾の有料 DLC で早めに登場するのではと予想しています。ゲームフリークはそれを今回のポケモンホームの情報解禁で匂わせているのかもしれません。ということで今回は剣盾にいち早く登場するであろうポケモンホームの公式サイトに載っていたポケモンをご紹介したいと思います。なお、進化前のポケモンも全て紹介していると無駄に時間がかかるので、進化前が単体で存在しない限りは今回は最終進化系だけでご紹介します。まずは公式サイトの全国図鑑の欄に載っているポケモンです。全国図鑑の順番に並んでいて、不思議花カメックス、まあこいつらもうすでにポケモンダイレクトで挙げられていましたね。スピア、ピジョット、ラッタ、オニドリル、アーボック、サンドパンといった往年のやつで、ニドクイン、ニドキング、こいつもポケモンダイレクトで出ていましたね。あとはプクリン、ゴルバット、パラセクト、ゴンパンです。まあこいつらは全国図鑑の例で出てきているので、早く登場するかはかなり未知数ですね。他のポケモンも未知数なんですけどね。ちなみにメガリザードン X の画像もありまして、メガ進化の復活も期待できそうです。ただダイマックスの仕組みもすでにあり、対戦が混沌とした感じになりそうですから、新たなルールの中で登場とか制限ありでの登場となるんじゃないかと思います。あと技や特性も確認できるとの説明があるところでは、技名のところで V ジェネレートがあるので、ビクティニー・レックーザ、青い炎があるのでレシラムを匂わせている感があります。こいつらはもう伝説復活と言われているので、匂わせてるもクソもないんですけどね。特性のところではアナライズのところだけモンスターボールマークが不自然にないので、もしかしたらポリゴン復活もあるかもしれません。無理やりな予想ですけどね。次は公式サイトのその他の機能の欄に載っているポケモンです。ここは純不動な感じで載っているので、早く登場する可能性は高いんじゃないでしょうか。ヤミラミ、チコリータ、ニャビー、ミズゴロウ、他は全てガラのポケモンですから、これは登場を匂わせている感があります。御三家も結構含まれていますから、御三家は早めに剣盾に集合しそうな気はします。別の画像では通常のダルマッカ、レディバ、レントラ、ビビオン、ネッコアラ、ワカシャモ、また御三家が出てきましたから、やはり早いうちに来そうな匂いがプンプンします。ネクローズ、マスターミー、ルージュラ、ケンタロス、レジギガス、アルセウス、オニヤンマ、ジガルデ、ファイヤー、普通のヤドンということで、伝説っぽいポケモンもいますね。ベトベトン、ケイシー、アローラの姿のサンドパン、ボスゴドラ、フーディン、アンノーン、アローラの姿のゴローニャ、ヒードラン、ブーバーン、やっぱりアンノーンがいるってことはメザパ復活もしそうですね。クヌギ玉、ミノマドム、オドリドリ、ワリノコ、ブイゼル、カブトプス、ソルガレオ、やたらと水タイプが多いです。デルビル、ボルトロス、ミノムッチ、ミノマドブ、あれこの虫くんたち多すぎですね。やたらと重複してますけど、ゲームフリークさんそんなこいつら推しているんですかね。あとは少し離れたところにある画像では、スタージャ、ポカブ、ミジュマル、キモリたち、日の嵐たちが乗っていて、あまりゲームと直接関係なさそうな画像ですが、やはり御三家はめちゃくちゃ登場させたがってる意思をひしひしと感じますね。もう一つの画像ではポッチャマ、ヒコザル、ナエトルが乗っていて、新王地方からナエトルとヒコザルとポッチャマを連れてきたと書いてありますから、これはもう復活させるよと言ってるも同然ですよね。それで最後はポケモン効果の部分に乗っているポケモンです。通常のポニータが乗っていますが、もっといいポケモンをどうせなら乗せようよって感じですけどね。別の画像ではモクロ、マッシブーン、アローラの姿のラッタ、あとはすでに紹介してるやつですね。この絶妙な立ち位置のポケモンが乗っているあたり、一回にも登場しそうな気がします。ウルトラビースト系は特に揃って登場したら大興奮ですよね。ということで、これでポケモンホームの公式サイトにいるポケモンは全てかと思います。御三家はやたらと登場させていますし、早めに剣盾に登場することが予想されますね。少なくとも私にとっては登場を匂わせている感じがしますし、私はこの匂いをしっかり嗅ぎたいと思います。はぁ、あ、最高ポケモン最高。